こんにちは、流しです。今回はですね、エンジニアは勉強し続けないと死ぬのかというテーマに関してお話をさせていただきます。よくですね、最近エンジニア界の、Twitter ですね。Twitter で、勉強し続けないエンジニアはもう終わりなんじゃないか、やばいんじゃないかみたいなことが割と炎上をしていたので、それをテーマに取り上げてみました。この専門職といわれる、IT エンジニアなんですが、勉強をですね、し続けなくても、例えば会社員とかでしたら、割とのらりくらりと生きることは可能じゃないかなっていうふうに思っています。っていうのも、この勉強するっていうこと自体なんですが、その業務時間外に勉強するっていうイメージですね。あくまでも会社員とかだったら、会社の研修とかそういうのを受けて、ただで受けて、それでなんとかこう仕事回していくってことは、会社員とかだったら全然可能ですね。業務時間外は一切プログラミングとかそれ以外の勉強はしないとか、そういうこともありです。で、このそもそも勉強の定義なんですけども、 IT エンジニアだったらプログラミングの勉強とかはまず一個だし、社会勉強とか、あとマーケティングとか企業のことを勉強することも勉強だと思います。で、これなんですけども、そもそもその勉強するって割と自己投資って言われてるものですよね。で、この自己投資に関する私なりの必須の考え方みたいなのがありまして、で、その前にそもそも投資っていうものが何なのってことなんですが、投資っていろいろありますよね。割と日本人の方って、投資っていうことを言葉を聞くと、金融投資だったりとか、不動産投資とかだったりとか、そういう投資を思い浮かべるんですが、ここで言う投資っていうのはあくまでも3つ目としては自己投資ってことが挙げられます。で、この自己投資っていうのが、文字通り自分のね、脳みそとかにこう投資をすること、自分の経験とか知識に対して投資をするっていうことですね。で、こういうふうに自分の脳みそに投資するのが実は一番コスパがいいんですね、勉強するってことに関してですが。で、起業家とかで結構有名な人とかはやっぱり知識とか経験とかに関してものすごく投資をしています。例えば月100万ぐらいその勉強代、セミナーだったり本だったり、人に会いに行くとか、そういう経験ですね、それに月100万ぐらい投資しているっていう起業家もすごく多いです。例えばこの脳みそに、投資するのが一番コスパがいいっていうことの具体例として、プログラミングスクールに例えば100万円、割と高額ですけども払っちゃったと。で、それで月収50万ぐらいのフリーランスエンジニアになれたとしたら、それは結果的に年収に換算すると 50×12 で600万円ですよね。100万円のお金を突っ込んだら、自己投資に突っ込んだら600万円が出てきたっていうふうなことになります。めちゃくちゃリターンのいい投資です。金融投資とかだと、そんな100万円突っ込んで600万出てくるなんて、ほとんど詐欺ですから。どれぐらい自己投資がコスパがいいのかっていうのは、この具体例では分かったかと思います。あと、自己投資っていうことのその具体的なイメージとして、例えば昔皆さんロールプレイングゲーム RPG やったことあると思うんですが、最初そのドラクエとかでしたら、そのスタートした村とか周辺でスライムとかひたすらね、コンボとか武器とか素手に近いような武器で倒して経験値を積んでったりとかするんだろうと思うんですけども、だんだんその、いろんな敵を倒してレベルアップすることで強い魔法とかが使えたりとかしますよね。それでその強い魔法とかでこの弱い敵とかを無双したりとかするシーンとかあったかと思うんですけども、自己投資ってあんな感じのね、こうイメージだと思います。最初は全然ね、こう低い状態だったけれども、経験値を積むことによってだんだんその効率よくこの仕事ができるようになるって感じですね。魔法一発で全部消せるようになるって感じのイメージです。で、このフリーランスの場合ですね、フリーランスエンジニアになる場合でしたら、あとまた IT 系の、そのツール開発とかで起業ですね、起業をやりたいっていう風な考え方の人でしたら、やっぱり自己投資とか勉強っていうのは続けていかないと絶対に死にます。会社員は別ですけどね。
というのも、まあ、いろいろね、理由は、まあ、3つか4つぐらいありまして、まず1個、時代がどんどん変化していっていることっていうのが挙げられます。すごく時代の変化は早くて、まあ、特に IT 業界はめちゃくちゃ早いです。どん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 時代が変化して、ほんと数年前新しかったとか斬新だったことがもうすでに廃れたりとかしています。なのでこの時代の変化に合わせて自分を変えるために勉強したりとか、そういうことは必須ということです。で、今やってることを現状維持するってことはほぼ無理ですね。あなたがその現状維持してても、もう時代がどん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 流れていってるので、あなたが現状維持だと思っていても現状維持になっていないことが大半です。で、あとその何も勉強しないってことはそういうふうな現状維持じゃなくて、もう緩やかな衰退なんですね。なんで縮小生産であるっていうのがやっぱりその3つ目の理由として挙げられます。で、これにもかかわらず 99% の、 そのフリーランスとか企業志向の人って何もやっていないんですね。本当にこの自己投資とか、その自分の脳みそに投資するっていうことにめちゃくちゃ鈍感な国民性だと思います。でですね、今回はこんな感じで、エンジニアは勉強し続けないと死ぬかっていうことに関して、サラリーマンだったら OK だけど、まあ、フリーランスとか、まあ、起業家志向だったら勉強しないと死にますよってことですね。時代はどん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 変わっていってて、もう今やってることの現状維持っていうのはできないと、何もしないことはどんどん衰退であるっていうことですね。で、大半の 99% の人は何も自己投資とか勉強とかしてないので、なので逆に言うと、少しでもね、1日1時間でも2時間でも勉強時間確保したら勝ちなんですよ。で、割と楽勝に、さっきの RPG の例じゃないですけども、無双することが割とできます。強い魔法で一発でガンガン稼ぐこともできますので、皆さんは積極的に勉強されることをお勧めします。それではですね、今回の動画はこれで以上となります。ありがとうございました。